皆さんこんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶応義塾大学総合政策学部の2003年の英語の問題から大問2の内容4択問題について解説していきます。まず51番ですが、本文によると歴史上の新しい経済は全て何々だということなんですが、新しい経済についての大まかなことを述べているのは第1段落の2文目で、かつての新しい第7の2番目で、新しい経済というのは我々の生活に多大なる影響を与えた、多大なる変化や影響を与えていったものであり、現在では情報処理や情報伝達技術といったものが代表例と一例となっているんですが、そのような新しい経済においてかつてあった新しい経済や経済革命というのも、技術における、とてつもない成長というのを見せ、そして、新しい産業の、支配力の増大や、社会の変容というものも見せていったと。いうことなんですが、これを踏まえると、ということなんですが、どれが妥当かということなんですが、新しい経済の、抽象的な特徴というのがあるんですが、一番の繊維工業の生産性上昇の結果であっただとか、農業の発明や火の発見が直接の原因でもある。電化や照明が引き金となったというのは、部分的には、部分的には照明、紡績や、電力の発展、さらには照明の発展などには、照明や木や、農業の発展などのような劇的な変化というのを述べているんですが、新しい経済総じて述べているの全てという題とは合わないので、答えは51番の答えは3番、産業構造や働き方の抜本的な変化をもたらしたものであるというのが正答となります。続いて52番に行きます。本文によると新しい経済ニューエコノミーの出現に関係しないものはどれかということなんですが、ノット問題なので選択肢の消去法でいきますが、2番新しい技術の開発なんですが、これについては先ほど見た51番で見た通り、新しい技術の開発、技術の驚くべき成長というのを新しい経済が見てきたと書いてあるので、合致するので除外。そして3番、新技術により開発された新製品というものなんですが、これも第2段落の、この次の文章で、1750年代から1850年代の、産業革命というのが、イギリスの、繊維産業で起きていたんですが、そのような繊維産業で起きていたのは、糸を作るのに大幅な時間短縮が、行われていったと、機械を用いてということなんですが、これを踏まえると3番も除外と合致するので除外。そして4番工場の組織と生産方式についてなんですが、これも第4段落第2段落の最後の文章で、照明、第2産業革命の次の50年後、さらに50年後には電力の発明、電力の発展が1880年代から1930年代の時代だって、それで
馬力、機械、馬とまあ機械を、使って、まあまあ、機械のまあ馬力という、まあ、馬力でまあ計算していくと、100倍の、になっていき、そして、工場の組織が、効率の効率化が、増えていき、さらには技術進歩というものが 9% 以上も年間上がっていったということなんですが、これを踏まえると工場の組織と生産方式というのも書いてあるので4番も合致するので除外ということで、52番は1番、新しい天然資源の発見というのが正当となります。続いて53番に行きます。大学段落によれば光の実質価格、照明の実質価格というのは新しい経済ニューエコノミーというのを生み出さなかった、なぜならばということなんですが、53番において照明革命や、まあ、最後のまあ文章なんですが、照明革命や、まあ、街灯や、建物内の照明、建物内のまあオフィスやまあ店舗の照明の存在によって、新しい経済が伸びていったとはまあ言えないと。照明を作り出す技術の生産性というのは劇的に上がっていったものの、経済社会に対する影響というのは制限限定されていた。なぜなら、価格は下落して十分に下落していたので、価格がまあ下落するにあたって、光に対する需要、光照明に対する需要というのが急には増えなかったということなんですが、まあ、他のものと比べて、まあ、光照明というものに対する需要というのは価格が下落しているにもかかわらず、まあ、価格下落に対して、それに対するまあ需要の増大がなかったということなんですが、これを踏まえると、まず1番、人々は、ろうそく、ランプ、油、マッチなどの明かりを使い続けることを好んだということなんですが、まあ、かつて18世紀に、ろうそくやランプ、油、マッチなどの明かりを18世紀使うということは書いていたんですが、これについて、使い続けたということは書いていないので、1番は不適切。3番、さまざまな産業で、産業の工場で人工照明が使われなかったということなんですが、人工照明のまあ需要がなかったとは書いていたものの、さまざまな産業の工場で人工照明が使われたかどうかについては書いていないので、まあ、店やオフィスというのは書いてあったんですが、工場については書いていないので3番は不適切。4番、照明の生産技術の進歩が非常に限られていったということなんですが、むしろ、進歩の方は劇的だったと書いてあるので4番は除外ということで、53番は2番、光の需要の増加や新しい使い方が劇的に大きくはなかったというのが正当となります。続いて54番に行きます。本文によれば現在のニューエコノミーは特にないないという結果であるということなんですが、これについては、まず、こちらの、文章があって、パソコンの、マシンの、まあ、かつての、パソコン、コンピューターの、処理能力というのは1万機械言語である。1万機械命令、1万命令ほどである。でも現代は、3億命令も用いて、さらには数百万、平均
数百万以上もの、ということなんですが、最初は、1950年代には200万の、コンピパソコンがコンピューターがあって、そのようなパソコンというのは1万命令1秒ごとに行っていた。だけども現代では3億ものコンピューターというのが世界中に存在していて、それらのパソコンというのは各秒数百数億命令も処理できる。そしてそのような処理において、ゆえに40年間でパソコンの処理能力というのは、自動処理能力というのは4億倍にまで上がっていった。その40億倍にまで上がっていき、1年ごとに 50%、 要するに 1.5 倍成長していったと。処理速度の回数だったり、それと処理速度の発展度合いがということなんですが、これに加えて、こちらの文章なんですが、需要が増している、需要の増加というものは、コンピューター製造に対する、より高い、効率性を、性と、より安い、より低い価格というのを、高い、より高い需要に応じて生み出していくであろう。古い経済が自動車のような新しい古い経済、自動車を生産しているような古い経済というのが、何かの製品というものを新たに追加で作るときのに必要な追加コストというのが、より高くなって、需要が大きくなると価格が上がっていき、そのような価格の上昇というのは生産者側が上げる、生産者側に対して生産者をさらに、誘導していって、結果的に、たくさん作ったものの消費者が買わなくなってしまうという現象になるということなんですが、これを踏まえると、どれが妥当かということなんですが、現在のニューエコノミーというのは何かというと、パソコンやの技術によるもの、パソコンに関するものであるので、パソコンに関するものについて書いてあるものがどれかというと、54番は4番、計算能力の向上とコンピューターの価格下落というのが正当となります。続いて55番に行きます。第9段落によると、ムーアの法則というのは何なのかということなんですが、ムーアの法則というのはについて書いてあるのは、こちらの方であり、第9段落であり、ムーアの法則というのは何かというと、半導体生産の改善によって18ヶ月ごとに、トランジスタの密度というのが、チップにおけるトランジスタの密度というのが2倍になっていくというのが、ムーアの法則であって、ムーアの法則を実現していくために必要な投資額というのが、劇的にと指数関数的に、要は劇的に急に上がっていったけれども、ムーアの法則というのは保ち続けられて、エンジニアは直近では改善のプロセスというのを中心に、直ちに中心にするような直近の障壁には食わさないと書いてあるんですが、これを踏まえると、まず1番なんですが、インテル社の設立に貢献し、最も収益性の高い道ですねしたということなんですが、あくまでインテル社の共同創業者であるムーア氏が、
提唱しただけであって、インテル社の設立に貢献してしたわけではないので、1番は除外。3番、コンピューター産業の成長を制限する可能性のある技術的法則であるということなんですが、逆に成長を促進するので、3番は除外。4番なんですが、コンピューター産業における投資支出の規模とはあまり関係ないと書いてあるんですが、これも文章との投資支出の規模が増大するにつれて上がってというところと、拡大しているけれども、ムーアの法則は維持され続けるというのと合致したいので、4番も不適切。ということで、55番は2番。有効であると思われ、近い将来も維持されると予想されるというのが正当となります。続いて56番に行きます。本文の主な経済的主張を最もよく表しているのは次のうちどれかということですが、経済に関する主張、経済に対する主張に関して書いてあるのは、こちらの第10段落で、経済成長、技術の成長に対するこのような特色、ムーアの法則のようなものというのは、ビジネスに対しても重大な暗示、ビジネスにも、さらには経済の機能というものに対しても重要な意図、示唆というものを持っていると、全体としてと。そして、今日の新しい経済というのは、調査や研究、開発に対する初期コストにおいて、違いが、はっきりと差別の違いがある。はっきりと違いがある。その一例として、半導体の設計や工場の設立というのはかなり高額である。しかしながら、一旦製造を始めてしまえば、生産のために必要な、追加生産のために必要な追加コストというのは小さい。そして、最終的に需要の拡大というものが、需要の増加によって、コンピューター業者に、コンピューターの製造業者には高い効率性を生み出し、さらにはより安い価格というのも生み出すのだ。これは、古い経済、自動車などが、新しいものという、なんか製造のものを追加で作ろうとするのに必要な追加コストというものがより比較的高くなる。なったり、需要の上昇というのがより高い価格というのを生み出し、さらには製造者に大量に自動車を製造させて、価格が上昇して、それに対してより利益を出そうと車を製造するものの消費者がより買わなくなるという現象があるのと対比してということなんですが、これを踏まえると、1番、現在の情報化された新しい経済は、歴史上の以前の新しい経済よりも脆弱になる可能性が高いということなんですが、脆弱になる可能性が高いどころか、より追加コストも安く、低くて、生産に対する追加コストも低くて、さらにはより一層、需要の増加にも対応できるので、1番は除外。3番、19世紀末のニューエコノミーの、現在のニューエレクトロニクスを中心とした、ニューエコノミーも、電化が主役であったということなんですが、19世紀の後半の新しい経済というのも何かというと、どういうものかというと、電気の照明だったり、電気による生産工場の拡大だったりするんですが、あとは照明の発明、これは、新しい経済とは、生み出さなかったと書いてあるんですが、こういうのとは
よるんですが、どちらかというと、電化が、新しい経最近のまあ新しい経済というのは、電気にまあよるものなんですが、まあ、電化、まあ、電気がの設備がまあ整って電気が増えていくこと、電気のが使えるようになるから発展していったというよりかは情報技術の拡大や半導体生産技術の拡大の方なので、3番も適切ということで、でもって4番なんですが、新しい経済を起こすには、ニューエコノミーを起こすには、生産プロセスよりも生産価値、正当な価値の変化、変容が重要であるということなんですが、生産プロセスや正当な価値の変容、どちらが重要かということについては比較対象を書いていないので4番も除外ということで、56番は2番、ある製品の価格の変化とそれに対し続く需要の変化は経済全体に重要な影響を与えるというのが正当となります。続いて57番に行きます。57番は本文によると、世界が新しい経済を経験しているのは主に何々ゆえであるということなんですが、こちらの文章なんですが、17年の一文目に新しい経済、今のコンピューターによる新しい経済についてなんですが、コンピューターの処理能力の増加というものがリアルタイムでのコントロール、命令を即時即座に、命令したらすぐ動いたり処理してくれるようなものを使用時に可能にし、それによってさらにコンピューターの使用領域というのが増えていき、ユーザーに対してコンピューターのを使う人が新しい活用方法というのを考え出すようにしていったということなんですが、これを踏まえると何が妥当かということなんですが、コンピューターの処理速度の増加や、前の段落などに踏まえた通り、コンピューターというのは、生産性の需要の拡大によって価格が劇的に低下しているということなので、57番は3番、コンピューターの価格が劇的に低下し、コンピューターの新しい応用が可能になったというのが正当となります。他の1番や2番や4番というのも、1番や特に4番は本文中に書いてはいるんですが、新しい経済を経験している理由としてのしては不適切なので、新しい経済を世界が経験している理由という理由付けとして適切なのが57番では3番ということになります。続いて58番に行きます。本文によると、現在進行中のニューエコノミーというものを特徴づけていないのは次のうちどれかということなんですが、ノット問題で選択肢がばらけているので消去法でやっていきます。ということで、まず2番なんですが、情報やアイデアというものが有経済よりも評価されるということなんですが、これについてはこちらにおいて情報の正当的な価値というものが情報や知識そのものに置かれているブランドイメージや遺伝子の配列やコンピューターコードの行といったものに基づく存在している情報に基づいた経済というものを我々が動き回っていて、そのような世界においては物理的な大きさだったり
その他の物理的な大きさや物理的な分け前といったものはにはよりもではなくて、重さなどが存在しない考えというものに価値が驚くほどに置かれているのだと、そのような物事や財というものがと書いてあるので、2番は合致するので除外と。そして3番なんですが、3番はデータ処理とデータ通信の両方で革命が起きているというのですが、これについてはこちらの文章に情報処理の許容範囲、まあ容量と情報伝達の許容範囲、どちらでもまあ似たような革命が起きていると書いてあるので、58番と3番も合致するので除外と。そして4番なんですが、今まで考えられなかったような分野でコンピューターが扱われるようになったということなんですが、これも11段落の4文で、コンピューターの経済上の使用領域というのが広がっていき、生産そのもの、自動組み立てにおけるロボットの使用のようなものだったり、オンラインショッピングやスーパーマーケットにおけるスキャナーを用いた確認、判別などのような分配といった部門においても広がっていったと書いてあるので、58番もの4番も合致するので除外ということで、58番は1番で、コンピューターの需要の増加はコンピューターの価格を上昇させる可能性が高いということなんですが、これについては、こちらの第10段落の最後の文章で、コンピューターというのは需要に応じて価格が下落する、生産性が向上して価格が下落する、自動車のように生産すればするほど価格を上げて誰も消費者がより買わなくなってくるのとは違ってというのと書いてあるので、58番は1番が正当となります。続いて59番に行きます。次の記述のうち本文の論旨と矛盾するものはどれかということなんですが、これもノット問題の一つなので消去法でやっていくんですが、1番、ニューヨークエコノミーは産業構造の変化だけでなく社会価値の変化も伴うということなんですが、これは第3段落の2分目で、新しい経済によって革命が起き、変容が作り出された、産業革命、変容や革命によって作られた新しい経済というものが価値観の根本、正当な根拠だったり製造の過程というものを変えていったと書いてあるので、産業構造の変化だけでなく社会価値の適価値の変化を伴うというのは合致するので除外と。そして3番なんですが、歴史的に見れば我々は過去に多くのニューエコノミーを経験してきたということなんですが、これと4番のニューエコノミーは経済革命と産業革命と同義であるということについてなんですが、こちらの文章があって、新しい経済というのは古い新しい経済の焼き増しであると、再来であると。そして過去の新しい経済や経済革命というのも技術の驚くべき成長を見せつけ、さらには新しい産業セクターの支配の台頭や社会の変容をも見せつけてきたということなんですが、これを踏まえると
3番も4番も、記述が合致しているので、除外と。ということで59番は2番。歴史的に見ると、すべてのニューエコノミーは電気によって引き起こされてきたということなんですが、これは、第二段落のこの分目で、書いてあるんですが、まあ産業革命というのは1750年から1850年までの、イギリスのものと、イギリスの、繊維産業のものと、アメリカの、電力に基づくものがあって、電力に基づいているのはアメリカの1880年代から1930年代の産業革命の方であって、ブリティッシュのイギリスの、繊維産業に対して、まあ電気がいや電力との関連性は言及されていないので、59番は2番が正答となります。最後に60番に行きます。60番は本文のタイトルとして最適なものはどれかということなんですが、本文のタイトル問題というのは本文を通じて述べているメインテーマについてが合致するものであって、具体例などにかとして一部だけ語られているようなものはタイトルとして不適切ということになるんですが、まあ大まかな段落ではまず第一段落にニューエコノミーというものの定義、さまざまな技術革新があったり、さまざまな価値観を広げていったりしていって、我々にさまざまな影響などをもたらしていったもので、今は情報科学系でニューエコノミーが存在している。そしてニューエコノミーの歴史として第一次第二次産業革命や照明の誕生などというニューエコノミーになれなかったもの、さらにはコンピューター技術の発展といったものの歴史、あとは今の情報化産業などについて述べているんですが、これを踏まえると60番というのは3番が正答となります。ニューエコノミーの背景と価値観で、第 4番については、電気と電子の研究という、電気と、電子産業の、比較研究ということで、電力産業電子産業というのはパソコンとかそういったものと、電力産業の比較研究なんですが、それぞれ電力の発展や、電子産業の発展、パソコン産業の発展については述べていますが、比較研究については書いていないので除外。で、1番や2番については、部分的に1番は正当な価値の源泉というものが、最後の方の段落で、情報に基づいた、経済において情報や知識そのものに価値の正当的な根拠というのが存在するとは書いてあったり、またまたコンピューター産業とムーアの法則も第9段落に部分的には取り上げられているんですが、本文のメインテーマや第2を踏まえていないので1番と2番の除外で、改めて60番は3番、ニューエコノミーの背景と歴史観というのが正答となります。ということで、以上をもちまして、大問2の内容4択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。